皆さんこんにちは。2015年サッポロビールイメージガールの朝比奈恵です。サッポロビールの新ジャンル、サッポロ麦とホップからお知らせです。サッポロビールは国系新ジャンル、サッポロ麦とホップ赤スペシャルを2015年9月15日火曜日より期間限定で発売しました。発売3年目を迎える麦とホップ赤は、麦とホップとして初となるより華やかな香りを引き出す上面発酵製法を採用しました。また麦とホップザゴールドの厳選素材に加え、カラメル麦芽を採用することで奥深い味わい、美しい赤い液色を実現し、全てにおいて進化したまさにスペシャルな麦とホップなんです。麦とホップ赤スペシャル、9月15日発売です。今だけ限定のスペシャルなお楽しみ、この機会にぜひお試しください。